皆さんこんにちは、ひとみまんです。本日なんですけど、 OBS で起こる様々なトラブルをどういう風にシューティングしていくかっていう問題解決の考え方について紹介をしていこうかなという風に思います。結構毎日 YouTube のコメントとか Twitter のダイレクトメッセージとか、あとは相談フォームみたいなやつがあるんですけど、それで結構日常的に質問を受けている中で、こうパソコンが固まっちゃいましたとか、音声が出なくなっちゃいましたとか、キャプチャーボードが映りませんとか、いろいろな相談を受けるんですけれども、その中でまずこれを試してみてくださいっていうもので、それがダメだったらこういうことをしてください、であとは個別のケースでこういうことをしてくださいみたいな感じで、普段のトラブルシューティングの様子っていうのをお見せしていこうかなというふうに思っております。まずなんですけれども、この OBS スタジオで何か事故が起きたとか、何かトラブルが起きたっていうのは、ライブ配信がうまくできなかったっていうことがほとんどだと思います。録画とかもあると思うんですけどね。どういうことかっていうと、ライブ配信をしているときにライブ配信が重くなってしまった、視聴者の人にうまく映らなくなってしまった、うまく音が聞こえなくなってしまったとか、ライブ配信を円滑に行うための何かができなくなってしまったっていうことがほとんどだと思うんですけど、そういうとき一回配信終了して OBS 立ち上げ直してください。でその上でなんですけど、まずしてほしいことというのがありまして、OBS 上部のメニューバーのヘルプ、ここからログファイルとクラッシュレポートっていう2つがあるので、これを OBS の公式分析ツールで見ていこうかなという感じです。ログファイルから前回のログファイルをアップロード、つまり調子が悪かった時のログファイルをアップロードというボタンを押してですね、ここから URL が出てくるので分析というボタンを押します。でこれ分析というボタンを押すと何が起こるかっていうと、 OBS ログアナライザーっていうものが起動して、あなたの OBS はこういうところを直した方がいいですよっていう、半ば OBS の健康診断みたいなページが開きますので、ここの内容に従って修正すべき点は修正していくと、そういう感じになります。赤、黄色、青と3つに分かれているんですが、黄色と青、黄色は一部直した方がいい可能性があるところ、青はそんなに直さなくていいところで、赤は必ずと言ってほど直さなきゃいけないところに分かれております。例えばどんなものがあるかっていうと、今現状のこのログでは赤がないんですけど、黄色の部分だとブラウザノットアクセラレーテッドと書いてあって、 PU を使ってブラウザソースをハードウェアアクセラレーションといって、 GPU を使ってブラウザソースの表示を助けるのがオフになってますけどいいんですかっていうような、そういう警告というかね、指摘みたいなものが入っていたりだとか、あとはミスマッチサンプルレートといって、今ヤマハの AG03 というですね、よくある、ミキサーを使いながら収録をしているんですけれども、そのサンプリングレートが 44.1kHz で、 OBS のサンプリングレートが 48kHz で、ずれてますけどいいんですかって、ずれていると音ずれとかを起こしやすくなるけどいいんですかっていうことが書かれていたりします。でこの例において言えば、上のブラウザノットアクセラレーテッドは特に直す必要ないんですけど、サンプルレートは直した方がいいと思うので、この OBS 側の方を 44.1kHz にするか、ヤマハの AG03 を48にするかっていうのを設定で変えていこうかなっていうことですね。あと青に何が書かれているかっていうと、バージョン Windows 11使ってますよ、管理者権限で起動してないですよとか、なんかいろいろプラグインがいっぱい入ってますよ、42個入ってますよ、これは地味に便利ですね。自分が何のプラグイン入れてたかよく分かんなくなっちゃうので、こういうサードパーティープラグインがどのぐらい入っているかっていうのを見ることなんかもできたりしますと。これでこの赤、黄色、青に分かれたところで、まず赤がないかで、黄色で直した方がいいところはないかっていうところを見ていくわけですね。で、OBS がログアナライザーがチェック完了したら、 OBS が今度クラッシュしちゃったよっていう場合の時にはクラッシュレポートっていうのも見ていきます。クラッシュレポートも同様に、このヘルプっていうところからクラッシュレポートを表示、前回のクラッシュレポートアップロードっていうところがあって、このクラッシュレポートはログアナライザーと違って何か分析をすることはできないんですけれども、このアップロードをかけることによってログファイルを見ることができます。URL が出てきたので、この URL をコピーして見ていこうかなという感じですね。ログファイルを起動するとこんな感じで、ちょっと見にくいなっていう、このテキストファイルがバーってたくさんいっぱい出てきます、テキストがね。でこれどういうことかっていうと、セッションに分かれて下の方から順にスレッドが書き込まれているっていうことなんですよね。 OBS を起動してから終了するまでのログがこうスレッドとしてこうやってバーっと下から上ずっと書かれているような感じなんですけど、一番上のスレッドのところで要は途切れてしまっている、一番上のスレッドが完了した後に OBS がクラッシュしているということなの で一番上のスレッドの中に特定のプラグインの名前とかが書いてないかなっていうのを見ていくわけなんですね。でこれ見ていくと、このドゥルヒブリックっていうプラグインの名前が書いてあって、これプラグインなんですね、が書いて
であったりとかコールバックでインボークと書かれてるネガティブな単語が書かれてるんで、まあ、これがもしかしたら原因なんじゃないかなみたいなところが推測できたりします。このようにして、OBS のログファイルとかクラッシュレポートとかを見ることによって、何か特定のプラグインが悪さをしてないかなっていうのをまず調べていくわけです。続いてなんですけれども、OBS に何か変化が起きてないかなっていうところを確認していくわけですね。これどういうことかっていうと、ある特定の時期、最近 OBS 調子悪いんだよねとか、なんか急に12月に入ってから OBS 調子悪いんだよねみたいな感じで、特定の時期から急に OBS がおかしくなっちゃったよっていう場合の時には、その時期で OBS に何か変化が起きてないかっていうのを見ていく必要があります。具体的に言うと、 OBS をアップデートしてないかなとか、新しいキャプチャーボード入れてないかなとか、新しい HDMI ケーブル使ってないかなとか、パソコン新しくしてないかなとかっていうところを見ていくわけなんですけれども、 OBS の今これ2024年の1月13日ですか、時点では OBS のバージョン 30.0.2 っていうのが最新になっていますが、最新版というのはまだバグフィックスが完了してないような状態もあったりするので、安定版に戻すんであれば OBS バージョン 29.1に戻してあげるっていうのが基本的な対処方法にはなったりします。急にね 30.0.2 だと YouTube をスケジュール配信じゃなくてエンコーダー配信するっていう時にうまく配信ができない、配信したあとすぐに配信が終了しちゃうよみたいなケースだとか、特定のプラグインがまだ対応してなくて UI がぐちゃぐちゃになっちゃったりとかっていう報告は多数寄せられているので、YouTube スケジュール配信じゃなくてエンコーダー配信してるよとかって人は特にまだ30じゃなくて29に、ダウングレードしてあげるとか、ダウングレードの方法は概要欄に YouTube で貼っておこうと思うんですけれども、ダウングレードするときっていうのは GitHub のダウンロードページから OBS の旧バージョンのアセットをダウンロードして、それだけで OK です。それだけで上書きされるので、 OBS が旧バージョンに上書きされるのでダウングレードが完了するという感じですね。であと新しいものを購入したときっていうのは、例えばキャプチャーボードっていうのは、キャプチャーボードとパソコンを線でつなぐだけじゃなくて、パソコン上でダウンロードが必要なソフトウェアとかもある場合があるんですね。よくあるアバーメディアのあの赤い GC550 みたいなやつは3つかパソコン上でダウンロードしなきゃいけないドライバーとソフトウェアがあったりするので、なかなかうまく使えなくなったとか、場合によってはそれが急に映像が映らなくなってしまったみたいな感じで捉えられるかもしれないので、そこら辺はちょっと注意していくという感じですね。とにかく OBS で何か新しいプラグイン入れてないかなとか、新しい変化が起きてないかなっていうところに関して着目をするというところですね。であとは OBS が重いよっていう場合には、その軽くするようなそういう努力をしていくわけなんですけれども、いろいろありますね。管理者権限で起動したり、プロセスの優先度を上げたり、セーフモードで起動したりとか、いろいろあるんですけど、一個ずつやり方について見ていこうかなというふうに思っております。まず管理者権限で起動するとは何かっていうと、この OBS の右下の設定のところからですね、まず管理者権限で起動するとはどういうことかっていうと、 OBS スタジオを起動するときに右クリックをして管理者権限で起動するというところがあるので、その管理者権限で起動するをクリックすることによって若干この OBS の処理速度を上げることができるみたいな、そういう、通説があったりだとか、あとはプロセス OBS のプロセスの優先度っていうのを上げることができます。 OBS 右下の設定をクリックして、OBS のこの項目のところから詳細設定をクリックします。詳細設定から一般という項目があるので、ここのプロセスの優先度、通常ってなっているのを通常以上にしてあげることによって、若干 BS パソコンが処理するいろんなソフトウェアが起動しているときに OBS の優先度を上げるみたいな感じのことができたりします。あとはセーフモードで起動するっていう方法もあります。これ何かっていうと、 OBS のこれはバージョン30以降じゃないと実装されていない機能になるんですけど、 OBS 上部のこのメニューバーのヘルプっていうところから、あんまこのヘルプっていうところいじらないですよね、このヘルプっていうところからセーフモードで再起動っていうところをクリックするとOBS でダウンロードされているプラグインが一切使えなくなったりとか、 WebSocket が使えなくなったりとか、でその外部から入れたものが一切使えなくなる代わりに、すごく OBS を軽い状態で使うことができるという、そういう状態になってるんですね。過去検証した時っていうのはもうプラグインが30個以上かれこれ入っている時だったんですけれども、セーフモードで起動すると CPU 使用率が7分の1まで減少しましたっていうような検証結果も、実はあったりするので、このセーフモードで起動するともう本当になんか CPU
CPU 使用率が多くてどうしようもないんですよねみたいな状態の時には役に立つんじゃないかなというふうに思っております。あとはソース数を減らすっていうのも一つ手ですよね。 OBS のこのソースがいっぱいある時にこのソース数を減らすっていうのも一つ手です。で、減らすっていうのはこれ非表示にするんじゃなくて完全にこれ削除してあげるっていうことを指しています。もちろんその表示されていないとそんなに CPU 使用率がカウントされないんですけれども、もう使わないソース、完全にいらないよっていうソースは、この削除してあげるっていうことが必要になってきますね。あとはメディアソースとか映像キャプチャーデバイスみたいな映像を伴うソース、動きの変化が激しいソースっていうのはこれ何個入れても大丈夫なんだろうかっていうことで、これも過去検証したことがあるんですけれども、1個目2個目は特にそんなに負荷増えませんでした。でもメディアソースを3個同じソース上に入れたら急に負荷が4倍になりましたみたいなこともあったりしました。で、これはその1個入れたらじゃあ 1% 上がります、2個目入れたら 2% 上がりますみたいな感じで比例で増えていくんじゃなくて、急にある臨界点を超えた瞬間に急に CPU 使用率が上がる、そういう結果になりましたので、メディアソースとか映像キャプチャーデバイスとか映像を伴うものを複数入れるよっていう場合には、そのソースの個数が多すぎないような形にしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。あとは、プラットフォームの推奨値っていうのがありますね。 YouTube で配信をするときっていうのは 1080p で 30fps で配信をするときはビットレートは5000が推奨ですみたいな感じで、そのプラットフォームごとにこういう配信設定で、配信してくださいみたいな推奨値があったりします。 YouTube とか結構優しい感じなので一覧の表になってたりしますね。だとこの FPS でこの解像度で配信をするときにはビットレートいくつにしてくださいみたいなの公式ヘルプに書いてあったりしますし、あと他のプラットフォーム Twitch だったりとかスマートフォンのアプリとかも推奨の値っていうのが書かれていたりします。その推奨の値っていうのを超えてしまうと非常に良くない、よろしくない、切断される原因になっちゃったりします。要はプラットフォーム側がこんなに高いビットレート受けられないよとか、こんなに高い解像度をうちだと受けられないよっていうことで配信ブチって切られちゃったりすることがあったりするので、そこら辺は必ずプラットフォームの推奨値に合わせていくっていうことも大切になったりしますね。あとは統計、これも僕のアブチャンネルでも何回も出てきてますけれども、 OBS ジョブのメニューバーからドックを選択して、そのドックから統計っていうところを選択します。そうするとこんな感じで OBS 上で起きているこの様々なことっていうのが統計で表されるような感じになっています。で、統計起動した瞬間にこういう真っ赤になっちゃってるよっていう時とかはすごい、これ一回リセットをしてあげましょう。正常値じゃリセットしてあげます。で、この統計っていうのは何かっていうと OBS で起きている様々な負荷を検証することができる、そういうツールになっておりまして、 FPS が自分の設定した30だったら30、60だったら60、90だったら90、その値を下回ってしまってる時っていうのはフレームがドロップしています。どういうことかっていうと FPS っていうのはフレームパーセカンドの略で1秒間あたりに射出されるフレーム数のことを指しています。それが30フレーム、30を指定しているっていうことは1秒間あたりに30フレーム必ず生成してくださいっていう、こう指示を OBS に対して出しているわけなんですね。なんですけれどもそれがうまく実行されていないということ、29とか28になっちゃっているっていうことは、本来であれば 30fps の映像を作んなきゃいけないのに 29fps とか 28fps とか、つまり作らなきゃいけないパラパラ漫画のコマの枚数が足りてないっていうことなので、そういう場合っていうのはエンコーダーを変えてあげたりだとか、ソース数を減らしてあげたりだとか、あとはビットレートを下げてあげたりだとか、そういえば通信環境大丈夫なんだっけとか再計測してあげたりとか、そういうことが必要になってくるかなというふうに思います。なのでこの統計ドックっていうのも一つ OBS の負荷を確認する方法の一つということですね。あとは意外と見落としがちな負荷を与える項目として、オンにしているのを忘れていた、でもメモリめちゃくちゃ食ってますみたいな、そういうのがあります。例えばこれリプレイバッファ開始って書いてありますね。 OBS には過去に遡って録画をすることができる機能、リプレイバッファっていうのがあります。右下の設定という部分から出力を選択して、出力モードを詳細に変更した上でリプレイバッファっていうところ、これをクリックするとリプレイバッファを有効にするっていう項目があるんですけど、これリプレイバッファっていうのは過去に遡って録画をできる非常に便利な機能なので、とりあえずオンにしておこうというふうに思って、このリプレイバッファを有効にするにチェックボックスを入れて、でだいぶ前から録画過去に遡れるようにしたいので、最大リプレイ時間をすごい長い時間
設定しておこうとかって、例えばね、こう 600だと10分ですよね、10分前から遡れるようにしておこうみたいな風にこうやって設定しちゃうと、この推定メモリ使用量 331MB ってありますよね。で、これリプレイバッファを使っていない、実際にはリプレイバッファっていう機能を配信中に全然使わなかったとしても、リプレイバッファをオンにするためにこのメモリっていうのが稼働し続けている状況になっているので、これをしてしまうと、特に何か自分が意図しない場所でメモリを食い続けてしまうみたいなことがあったりするので、もう使わないのであれば、このリプレイバッファーっていうのは有効にしないで、適用してあげるといいんじゃないかなというふうに思います。同様の理論で NDI を使っている場合、 NDI ツールをインストールしている場合っていうのは、その NDI がオンになっちゃってないかな、意図しないところでオンにしちゃったまま配信してないかなとかっていうのもすごく大切なね、要素になってきますので、そこは必ず注意するようにしてください。自分の意図しない場所でね、なんか仮想カメラ開始とかもこう変に押さなくていいですかね、こういう、なんかこう何かを起動させるっていうことはしないようにしましょう、配信中はね。はい、であとはまあよく言われる本当にもう一般論みたいなところで言うと、他のソフト、余分なソフトは起動しない、特に動画編集をする関係で Adobe Premiere Pro とか、サムネイルを作る関係で Photoshop とか Adobe Photoshop とかが別で起動してるよっていう場合の時に、 Adobe 系のソフトってやたら負荷を与えたりするので、その Adobe 系のソフトは切っておくとか、配信する時ってこの OBS を起動していて、あとまあ VTube Studio とか起動していて、あと Apex とかゲーム画面が起動していて、あと Discord が起動してるみたいな、そういう4つの組み合わせが多いと思うんですけれども、それ以外のものは極力使わないものは起動しないという感じでございますね。そんな感じでこの他のソフトっていうのは絶対に起動しない、あとは USB のハブを使っている時っていうのは、なんか余計なものが刺さっていないかっていうのは気にするということですね。はい、っていうところはまず気にするようにしたいかなということでございます。なので、まとめると、ログアナライザーとかクラッシュレポートでまず一般的な側のコメントを読んだ上で、いつから起き始めたのかっていう、その特定のバージョンアップグレードが原因になってないかなっていうところを調べた上で、あと OBS を軽くする管理者権限とか、プロセスの優先度変えたりとか、セーフモードで起動したりとかっていうのも込みで、全部ダメだった場合に次にどういうトラブルシューティングをするかっていう個別の対策内容に移っていくんですけれども、こちらもちょっと後編としてまたアップロードしていきたいなと思いますので、今回は OBS でトラブルが起きた時の、そのトラブルシューティングの基本的な考え方、汎用性の高い解決方法について紹介をさせていただきました。こんな感じで OBS に関する様々な動画チャンネルでアップロードしておりますので、もしよかったなと思う方はぜひチャンネル登録高評価していただけるとすごく励みになりますので、よろしくお願いします。コメント欄で何かわからないことやリクエストなども書いていただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。本日も最後まで動画をご覧いただきまして本当にありがとうございました。素敵な一日を過ごしください。じゃあまたね、バイバーイ。